じゃあ皆さん緊張してますか？はい、今年で第6回になりましたけれども、日本語のスピーチコンテスト、6年前は本当に寒い日でしたけど、今日結構暖かいですよね。はい、皆さんの顔も結構穏やかで、さっき聞いたら朝から練習してたって言ってましたけれども、期待してます。出場者は今回、7名ですけれども、先ほど、9時で順番を決めました。1番目がキム・ミジンさん、2番がキム・ジソンさん、3番がパク・チュノさん、4番がキム・チャムスルさん、5番目がモッキョンピルさん、7番目がキム・ヘミンさん、6番目がチャン・ウニョンさん、7番目がキム・ヘミンさんというふうになっております。なんか皆さんより私の方が緊張してきましたけれども、そしてですね、スピーチの後に、質疑応答を、今回も国井教授任と佐々木教授任の方から、質問を一つずつしてもらいます。優しく質問してくれるということですので、緊張せずに質問にちゃんと答えてください。それでは、開会の言葉をユノス・カプジャニンの方からお願いいたします。제가키가좀예선생님들작은거로아이쪽은전체긴장한분위기네여러분반갑습니다근데참여자내가아침에그렇게문자보냈는데이제오겠죠밥먹을시간되면예반갑습니다여러분들예반갑고요일단우리가벌써6회째예콘텐츠스피치콘텐츠하는데외국어에서이빼놓을수없는게또스피치콘테스트예요그래서우리가이거를매년하고있는거는굉장히좋은전통을만든것같고저도그유학시절에히로시마시에서주최하는스피치콘테스트를출전을해서최우수상을받았습니다예아그것도오늘이렇게성장가서자랑할걸 그때그제목이거의오늘누구야니혼고도와타시김미진이네저도그렇게많이차이는안났어요나도일본과뭐한국의관계야뭐나뭐이런식으로했는데그때그나가서뭐긴장도하고또이랬던그경험추억이지금도한번씩예가르칠때또일본과의또이런관계를생각할때굉장히좋은예경험이되었던것같아요그래서여러분들도졸업생은뭐졸업생도이제우리졸업생자격되나요졸업생안되죠내년부터어떻게졸업생도참여할수있는기회를게스트로해서예근데1등상금인50만원은장학금조로나가기때문에1등은못주더라도예졸업생도이렇게게스트로찬조출연으로하는걸한번고민해교수님들하고인원해서한번해볼게요그리고재학기간동안에한번쯤은반드시도전해볼가치가있다고생각을하니까오늘그하는거보고도전을좀했으면하는마음입니다그다음에심사위원장이신정혜원교수님이조금이따이제기준이나이런걸말씀해주시겠지만이렇게질문할때또너무긴장해서또엉뚱한질문하고 그러지말고일단심호흡크게해서참가자들은오늘의이뭐1등을생각하지않으면긴장이좀덜할거예요1등생각하지말고내가오늘좋은그런추억을만든다이렇게생각하면되고하여튼오늘좋은분위기에서참석자가많지않아서굉장히잔네인데스케도뭐소리와소리나리니이미가르도오에마스크라네자그러면제인사말은여기까지하겠습니다ハプジャニーありがとうございました、参加者7人ということでかなり熾烈な戦いになると思いますけれども頑張ってください、それではですね審査委員の紹介をいたします、まずはユノス・ハプジャニーですチョン・ヒョンヨク教授ニムです
국민유타카 교수님です. 사사히로코 교수님です. それから私、八野智香です。 審査 기준을 말씀을 드리겠습니다. 제가 나온 이유는 심사위원장을 맡으라고 해서 이렇게 나와서 말씀을 드리겠습니다. 일단 제일 중요한 부분, 스피치에 대한 시간 부분입니다. 시간은 여러분들이 하시는 가운데 4분 30초가 되면은 아마 종이 한번 울릴 거고, 아? 손을 들게 되나요? 그 다음에 5분이면 어떻게 되나요? 손을 한번 더 드나요? 네. 네. 그리고는 5분 30초가 되면은 어떻게 되나요? 또 들어요. 네. 그래서 세 번째까지 손이 들어간 후까지 가게 되면 감점이 될 겁니다. 결국은 지금 있는 손을 첫 번째 들면 아 이제 한 4분 3초 됐구나 해서는 두 번째 들 무렵 정도까지 이렇게 해야지 생각을 하시면 좋을 것 같아요. 원래 저는 그냥 소리를 뻑뻑 낼까 했는데 그러면 여러분들이 아마 엄청 긴장할 것 같아서 이렇게 배려를 한 것 같습니다. 그래서 조교들이 손이 처음에 한 번 딱 들리면 아 30초 후에는 끝내야겠다 생각을 하시면 될 것 같습니다. 오바가 되거나 모자라게 되면 감점이 될 겁니다. 이 부분은 꼭 지켜주시면 4분 30초 안 돼서 끝내면 감점입니다. 네, 그 부분 지켜주시고. 자, 그리고는 이제 심사 기준 세 개 항목으로 크게 나누는데요. 첫 번째는 표현력이 어떤가에 대한 부분. 일본어로 한번 읽어보나. 지분노 이겐야 슈조 스타에다이도 이유 히타무키사야 네츠이가 간지라레르카 도카 하는 부분은. 그 다음에 미부리야 시센이요르 세쇼쿠 나도 히겐고데키나 요소 효과데키니 가투요시테 이르카 도카. 이 부분을 표현력이라고 해서 자신의 의견이나 주장을 전하고 싶다고 하는 어떤 뭐 간절한 마음이라든지 그런 열의가 느껴지는가. 그 다음에 뭔가 뭐 손도 하고 모션도 하고 시선 이런 부분들이 상당히 효과적으로 활용되고 있는가. 이 부분에 대해서 표현력 40점이 주어집니다. 만점이. 그 다음에 정확한 일본어를 구사하는가. 세이가쿠나 니혼고 문포 고이 하츠온 나도가 시젠나 니혼고 데 아르카도우카. 이 부분이 40점 만점으로 주어집니다. 그 다음이 내용이 20점 만점으로 해서 초슈노 간싱오 히쿠 스피치노 나이오데 키쿠 히토 간도 사세다리 이욕오 오코 사세루 노도데키나 치카라가 아르카도우카 나이오노 데도코로가 하끼리 시테이테 조호가 세카쿠 데아르카도우카 이런 부분으로 해서 20점 만점에서 100점으로 해서 이 전혀 뭐라고 그럴까 적긴 없을 겁니다. 이 자리에서 여러분들이 선생님들이 전부 다 점수가 매겨지고 다섯 분의 점수가 합산이 돼서 이 자리에서 아마 동의가 매겨질 것 같습니다. 그러니까 여러분들 이 기준에 이렇게 잘 맞춰서 하시기 바랍니다. 특히나 또 시간에 대한 거는 꼭 지켜주시면 좋겠습니다. 네, 이상입니다. 감사합니다. 教授の方から審査基準についての説明がありました。審査委員長ですので皆さんが1位2位3位になるかはほとんどチョンヒョンニョ教授が決めた後で何か不満があった場合はというのは冗談ですけれども、では今から始めていこうかと思いますけれども、先ほど説明があったように時間が結構ポイントになってきます。 5分30秒から5分30秒までは多めに見てあげようと思っておりますけれども、4分30秒から5分30秒の間に終わるようにしてみてください。まず4分30秒にここにいる美しいヘジュが1回手を挙げます。そして5分になったらもう一度2にして、2にして、あれ?そう、2にして手を挙げてくれます。そしてもうダメだよっていう時に3 手を挙げますので、こちらちら見ながらやってください。どんどんなんか力がなくなってきたような感じですけれども、大丈夫ですか？倒れないように。ということで、楽しくやっていこうと思います。じゃあですね、めちゃくちゃ緊張してないと言っていた金美人さんから<笑>
猪之助教授にとおなじ題名でということで、かなりポイントが高いんじゃないかなと余計緊張させております。では、金美人さんいいですか。はい、じゃあ日本語と私ということでよろしくお願いします。それから質疑応答は国井先生の方からよろしくお願いします。 皆さんこんにちは。日本語学部4年生の金美人と申します。皆さんは好きな日本の言葉がありますか？あるとしたらそれは何でしょうか？その答えは人それぞれだと思うのですが、私は一期一会という言葉が特に好きです。ここに座ってらっしゃる皆さんは もうすでにこの言葉の意味をご存知かと思うのですが、一期一会とは茶道に由来する日本のことわざで、二度とない一生に一度の出会いであることを心得て誠意を尽くす心構えを意味します。様々な出会いを通じて 人生を救われてきた私にとって、この一期一会という言葉はとても心にしみるのです。しかも私の人生を語る上で絶対欠かせない大切な日本の言葉なので、なおさら染みてくるのかもしれません。これから私がこれまでに経験してきた出会いについて話してみたいと思います。 まず最初の出会いは、私に日本語を学ぼうとする心を持たせてくれた小学生の頃のクラスメートのことです。彼女は日本のアニメが好きで、私に一緒にアニメを見ないかと誘ってくれました。彼女の誘いに乗った私はすぐに日本のアニメにハマってしまいました。それから彼女に勧められた作品のみならず、 自分からもいろんなアニメを探すようになりましたが、その時初めて感じたのです、言葉の壁ということを。それから私は火がついたように日本語の勉強をし始めました。アニメを楽しみたいという一心で。次の出会いは中学生の時でした。それは学校の日本語の先生のことです。 小学校の頃からちょっとずつ独学で磨いてきた私の日本語を聞いた先生は、私に腕試しにもなるし、うまくいけば資格も取れるので一度日本語能力試験を受けてみたらどうかと提案してくれました。そしてこの先生の助言と励ましのおかげで、私は中学3年生の時に日本語能力試験 3級に合格することができました。それで私は日本語を学問として本格的に学んでみたいと思うようになりました。大学に上がると3度目の出会いが待っていました。私はこのサイバー外大に入る前に本育大学でアニメを専攻していましたが、その出会いは2年生の夏休みに訪れました。 当時韓国語の勉強のために本育大学に短期留学していた日本の学生をボランティアでサポートすることになりました。初めは軽い気持ちで受け入れたのですが、彼女に会うたび彼女の韓国語習得への熱意を感じた私はふと昔の自分のことを思い出しました。ああ、そういえば私も彼女みたいに 日本語の勉強に燃えた頃があったなと。この出会いをきっかけに私は日本語学部に編入する決断をしました。このようにこれらの出会いが私の人生を作ったと言っても過言ではありません。もしあの出会いがなかったら、私は今日本語を勉強していなかったかもしれないし、今日こうやって皆さんと出会える機会も
なかったかもしれません。これからもこの一期一会という言葉を胸に刻み、この大切な出会いの一つ一つを宝のように思いながら生きていきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。一番最初だからめちゃくちゃ緊張しましたね。学ボールです。あ、そうですか。はい、じゃあ国先生の方からはい、お願いします。質問から、質問から、3度の出会いがあったと。3度目の出会いで、また日本語一生懸命勉強しようと思ってサイバー大学の日本語学部に入ってきて1年が過ぎましたよね。過ぎました。1年間どうでしたか？1年間、本当は私は高知大学にいる時も結構教養として日本語の授業を日本のネイティブの先生に教わったのですが、私が編入したいと言い出したら、その先生はあなた多分日本語学部行っても面白くないこととか自分が知ってることばっかりなんか勉強するようになるかもしれないよって言われたのですが、入ってみたらそんなの傲慢でした。もう私は何も知らない赤ちゃんのような状態で、すごく先生方の授業が血になり骨になり、1年前よりはよっぽど、自分から言うのもあれですけど成長してるとは思っています。あと前よりもなんか私結構家にこもりがちでしたけど、ここに来てから結構他の友達や先輩やと交流する機会が増えてとても嬉しいです。以上です。はい、ありがとうございます。いや、スピーチはガチガチでしたけれども、質問の答えかなりリラックスしてあ、コメント言いたいそうですので、ぜひコメント聞きましょう。別にやらなくていいんだって。いやいや、ぜひ聞きたいですやらない。先生、コメントの方が大事ですよ。そうです。だから質問だけしようって言ったから。いや、私のせいだ。あ、そう。コメントとしてはですね、やっぱ一番最初で緊張してたと思うんですけど、練習をたくさんしてきたなっていうふうに感じました。普段日本語話してても結構流暢に上手に話すので、そういう感じで話すのかなと思ったんですが、なんかこうアナウンサーみたいな感じでこれぞスピーチですよという感じで、なんかこうね、視線も配りながら、緊張しているのは分かってたんですけれども、それを吹き飛ばすぐらいの流暢さで上手に話せていたのではないかなというふうに思います。はっきりとした話し方と、発音も上手だったし、緊張していながらも、分かりやすいスピーチだったというふうに思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがたいコメントでしたね。はい、じゃあ一番初めの、トップバッター頑張ってくれました。じゃあ2番目はですね、今年2回目かな、キム・ギソンさん、はい、ね、2回目、去年は受賞しましたけれども、今年はどうなるかね、去年以上の去年以上の実力を期待しております。じゃあキム・ギソンさんの友達という題名でよろしくお願いします。それからコメントと質問は笹先生の方にお願いします。始めます。私は日本語学部4年生のキム・ギソンと申します。よろしくお願いします。私はこの大学で出会った大切な友達について話をしたいと思います。3年前、私がこの学校に入学したときは、こんなに楽しい学校生活を送るとは思いもしませんでした。
今は学校に来ることが楽しくて楽しくてしょうがないぐらいですが、最初この学校に入学した時は友達がいなくて本当に寂しい。学校に来てもあ退屈だ、もう早く家に帰りたいと思いました。しかし思いました、なんだっけ、今私には悪い癖があります。それは人の前で考えずに話すことです。悪気はないですが、昔友達に悪いことをしまって喧嘩をしたことがあります。その以来私は人の前であまり喋らなくすることを決めました。そうすると人にあまり嫌われないからです。その以来私はどんどん内気な性格になって、私が最初この学校に来た時はびっくりしました。サイバー大学なのに人がたくさんいて、いろいろな行事もあってとても楽しく見えたからです。しかし友達がなかった私はその楽しい姿を見て、写真で見てただ羨むことしかできませんでした。ある日その後私はあまり学校に行かなくなりましたが、その後友達からメールが来ました。そのメールの内容はあまり覚えてませんが、その友達は学校に来てみませんかと、来てみませんかと言いました。私はそのメールをもらうまでは学校に行くことを全然考えもしなかったです。私は返事をしました。学校に行きます。その後私は決めました。学校の行事にも積極的に参加して みようと決めました。私は土曜日は学校に来て、授業が終わって友達と食事をしたりお茶をしに行く、その何気ないことが私にとっては本当に大事な時間でした。そしてスタジもしました。直接会ってスタジをすることじゃなかったですが、画面で見て2時間とか3時間とか勉強しておしゃべりをすることが本当に大好きでした。私がそう変われたのはその友達のおかげだと思います。ここにいる皆さんも楽しい学校生活を満喫したい皆さん、私と一緒に学校に来て勉強しませんか。そして隣の人にも声をかけてみませんか。ご清聴ありがとうございました。はい、去年より緊張しましたね。なんか時間が足りなかった。時間が足りなかった。じゃあ笹先生の方からコメントと質問、どっちが先でもいいのでお願いします。はい、じゃあまずコメントから
かなり緊張しましたね、今年は。初めに思い出せなくなっちゃったんですね、ちょっとね。で、いつもはこうちょっとこうあんまりはっきり話さないのがギソンさんの特徴かなと思うんですけど、今日はすごい一生懸命発音をきちんとしようと、口の動きとかにもすごく、なんか力が入っているような感じがしました。で、そうですね、ギソンさんをに遊びに学校に遊びに来るように言ってくれた友達っていうのは誰なのかをちょっと聞きたいなと思います。ここにいます。ここにいるんですか。はい、はい、その友達との馴れ初めを教えてください。馴れ初めまでじゃあお願いいたします。馴れ、はい、その友達の名前はチェ・ピョンスさんです。で、私はあまり、私ちょっと家が遠かったのであまり学校来るのがちょっと嫌だと思ったんですが、チェ・ピョンスさんかなんか誘ってくれたんですが、今はちょっとそういうのが多分良かったかどうか。メールした記憶はありません。あ、その人はまあメールした記憶がないといつも言ってるんですけど、はっきり私は覚えてますよ。はい、じゃあコメントもいいですか。はい、お疲れ様でした。キム・ギソンさん、チェ・ビョンさん、じゃあ片思いをしてるってことですかね。そういう中だったということで、では次に参ります。3番目は、パク・チュノさんですね。例えるならという題名で、準備はいいですか。はい、じゃあ、パク・チュノさんのコメント及び質問は国先生お願いします。こんにちは、日本語学部の3年生のパク・チュノと申します。よろしくお願いします。皆さんにとって人生はどんな意味を持っていますか。もし一言で人生を一言で言うなら何とお答えしますか。もし例えるなら人生は何に例えるのでしょうか。もし私が例えるなら、私は人生を歩くことに例えます。昔私は俗に言う自分探しの旅に出たことがあります。特に計画もなく、単に歩いて釜山まで行きたいなと思って行った徒歩旅行でしたが、それでも心配はあまりありませんでした。歩くのは趣味と言っていいほど好きだったので、簡単に行くことができました。今から告白すると、その徒歩旅行で一番多く思い浮かべたのは足痛いと肩痛いだけでした。目標といえば釜山まで歩いていくこと一つだけ。目標といえど目的地がなければならないから、なければならないから決めたことであって、特にあえて行く必要もなかったし、こんな苦行のような旅で本当に自分を探せるのか、悩みは増えていくばかりでした。朝早く出発して、日が暮れる前に寝床を探して、その繰り返しの8日間でしたが、その寝る前に横になって考える一日、振り返ってみる一日は毎日が少しずつ違いました。実はそこまで我慢強くないということ、信じてきた自分の信念や考えが限界的状況ではどれだけ簡単に
捨てられるか。特に信念などは信じて思うのではなく、自分に証明して、この証明の積み重ねであるとき意味があることだと、そう思えるようになりました。一人で歩いているときは自分と向き合う瞬間でした。普段は見られなかった自分の弱いところ、嫌なところ、いいところも素顔のまま見れることができました。私はふと思いついたのです。これは悟りではなく実感でした。知識と同じく物事の本質を知るのは永遠と続く再認識の過程であって、自分を知ることもまた同じなことだと。私がこの旅で再認識した自分は、本当に些細なものでしたが、確実に一つだけ理解したことがあります。それは自分への無知の無知でした。自分に対して、自分に関して知らないことを認識すらして、つまり自分への無知を知りました。己を知れってよく言いますが、まさにその通りです。自分を知らないと何も始まらなかったのです。釜山で探すべきではなく、道の上で、途中で、その過程で探すべきであったのです。人生なんて何気大げさにきっと簡単には定義できないものですけど、もし例えるなら、私にとっての人生は歩くことだったと思います。以上です。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。じゃあコメントと、質問を国先生お願いします。はい、例えるならということで、人生を歩くことに例えて、スピーチをしてくれました。いろいろと準備する過程で難しい表現とか言葉を一生懸命準備してきたんだなということを感じました。それがゆえにちょっと、難しくて覚えきれなかったとか、緊張してしまって言葉が出てこなかった時に、詰まってしまったのかなというふうなところがちょっと残念でしたが、でも全体的に堂々と、最初からね、質問調で語りかけるような形でスタートしたのは、最初はぐいっと引きつけられてよかったんじゃないかなというふうに思います。内容としては無知の知ということで、自分が人生について何も知らないということを悟った、知ったと、実感したというふうにおっしゃってました。具体的にどういうことなのかちょっとはっきり分からなかったんですけども、歩いてるときにいろいろと休んだりもするし、足が痛くなったら、休憩したりもしますけど、もう少し具体的にこの人生イコール歩くと、休んだり走ったりするときもあるし、じゃあ質問としてはそうですね、歩いて、そして休んだときに、こう人生においてはそのどういう感じになるんでしょうか。歩いていてこう休憩したと、人生を歩くことに例えるなら休むときは何なのかと。えらい難しいこと聞いてきましたね。言ってる内容は哲学的な話をずっとなんかしてるなというのも。もし歩くことが目標でしたら、目的地が目標でしたら、休むことは歩くために、充電もそうですし、備える時間ですね。で、その休み自体もきっと意味がありますし、その休み自体が人によっては目標になれると、いろいろな考えがあると思います。ここではまとまらないのでよく分かりませんが、休みの時もと汗かいた時、涼風の涼しさとか、
その大事さとかよく実感できました。お疲れ様でした。まあ、質問に関してはですね、いろいろありますので、そんなに落ち込まなくても大丈夫です。こうなんか終わった人とね、これからやる人のかなり表情が全く違うので、すごいなんかこう緊張がすごく伝わってくるんですけど、ちょっと大きく深呼吸してみましょうかね。はぁー、ふぅーって。深呼吸してみてみんな。血を巡らせて。今年はなんかあの深呼吸じゃないって、すごいあの緊張してるメンバーがかなり多いのはなぜかなと思ってるんですけれども、あ、すいません。はい、じゃあですね、次はキムチャムスルさんの日本文化を通して見たコミュニケーションということで、はい、頑張ってください。コメントは笹先生お願いします。皆さんこんにちは。私はサイバー外大の4年生キム・チャムスルです。本日は日本文化を通して見たコミュニケーションについて話します。私は中学生の時、第二外国語として日本語を初めて知りました。日本語の基礎を勉強していた時は、英語を使って暮らしていた私には、言葉の並び順や単語など韓国語と日本語の違いが初めはあまり大きく感じられませんでした。でも高校を卒業し、上級の日本語を勉強し始めたときは、その表現の差をとても深く感じました。私が日本文化を好きになったのは、大学の入試のための塾に通ったときでした。偶然 に日本のドラマをネットで見て、それから日本のドラマにハマりました。またドラマに出た主人公が俳優ではなくアイドルだったことを知って、だんだん日本の歌にも夢中になっていきました。こうして日本の文化のオタク的な生活が始まりました。その時に知り合った日本人の友達が氷点という小説をドラマ化した DVD を貸してくれました。この小説は日本で一番有名な小説で、ノーベル文学賞まで取った作品です。このストーリーは殺された娘の代わりに殺人鬼の娘を養子にして育てた話です。私はこのドラマを見て大きなショックを受けました。どうしてこんなにお互いをよく知っている人たちが意思疎通をしないで誤解を繰り返して罪のない女の子をいじめることになったのか。人と人との間でコミュニケーションがどんなに大切なのかを思い知らされました。運が悪ければ大したことじゃないことにも誤解をするようになると気づきました。その視点で見始めると、日本のメディアがコミュニケーションというものを積極的に扱っていると改めて感じました。例えば、悟られというドラマですが、人が話もしないのに思いが他人に声で聞こえてしまうという話ですが、どれほど人の本心が知りたくてこの話ができたのかと思いました。普通日本人は本音を出さない方だと思いますが、最近流行っているアニメ
ワンピースを見ると主人公ルフィがストレートな生き方をしやりたい放題の生活をしています。音楽も本音を表現しています。それから日本のネットの音楽を聴いたら面白い曲がありました。 お断りしますという曲ですが、日常生活の中で大変なことや面倒くさいことは全部お断りしますという歌詞です。サイバー大学で勉強することにしたのは私の性格に合うからでした。コミュニケーションを取りたいときは掲示板に書いたり、 オフの授業を取ったりします。コミュニケーションをしたくないときはしなくてもよい環境で助かりました。こんな日本と韓国のコミュニケーションの仕方を見て、私は韓国と日本と英語圏など国際間のコミュニケーション を図る専門家になりたいと思いました。誤解のない国際間での上手なコミュニケーションを通翻訳大学院に行ったら勉強できると期待しています。終わりです。はい、お疲れ様でした。途中で倒れるんじゃないかなと思って 最後まで立ててくれてすごい良かったです。じゃあ笹先生お願いします。はい、最後まで全部よく覚えてましたね。やっぱり前の人がですね、つまずいてしまうとみんなそのなんかこうトラウマみたいなのが出てきて、こう次の人もなんか忘れちゃうんじゃないかと思うことがあったりするんですね。で結構あのすごくあれだと思います。 よりも内容がすごく深くなって、はい、ありがとうございます。で自分の、はい、ことについて引きつけて話をしてくれていたので、はい、とても内容がこう話を聞いていて、本当にコミュニケーションしたくないときは綺麗な、何もしなくてもいいし、いいなというふうに思いました。で一つだけちょっとこうあれが訂正しておいた方がいいところがあるんですが、はい、ノーベル文学賞は多分取っていない。 候補になってますね。そうですか。三浦綾子はとって何、三浦綾子とか、なので、そういうところはちょっと気をつけていただきたいということです。じゃあ、そうですね、実際にじゃあ日本の人たちのコミュニケーションというのを見て、例えば、ワンピースとかでは、 普通にこうなんていうの、言いたいこと言って、言いたいことやっているというふうに言ってたんだけれども、実際そういうドラマとかアニメとか、歌とかも聞いて、実際の日本の人たちのそのいろんなコミュニケーションを見て、今は韓国のコミュニケーションの仕方とどういうふうに違うなというふうに思っているのかなというふうに思います。じゃあお願いします。 最初は日本人は本当に建前の笑顔しかないかなと思ってましたけど、本当に知り合ったらその本心はその言い方で出せるようです。だからそんなに隠れることはないと思いますが、 最近勉強していたクラスで、この例がありました。日本人の学生が先輩に韓国の先輩に論文を見てもらった後、先輩が日本人の学生に、よくできたよ今度はって言ったら、 韓国の人はありがとうございますというところを、日本人はごめんなさい、私の
未熟さで見てもらってっていうことがあるから、それがすごく違いました。いいですか。はい、ありがとうございました。7人のうち今4人ですね、キムチャンスルさんまで4人が終わりまして、あと、ちょうど今半分ですね、3人が残りました。モッキョンピエさんとチャンウニョンさんと、キムヘミンさん、最後3人ですけれども、どうですか。もう緊張って書いてありますけどね。頑張って笑って。はい、では、モッキョンピエさんが途中で休憩を入れないでほしいと言ったので、あえて休憩を入れずにですね、このまま行こうと思います。はい、では5番目、モッキョンピエさん、幸福という題名でお願いします。コメントは国井先生、よろしくお願いします。こんにちは、日本語の学部4年生、モッキョンピエと申します。最近社会的いろんな話題がありますが、幸福について話します。2015年 OECD 世論調査の結果、韓国は経済力が11位、幸福満足感は34位でした。経済力、特に経済力の問題がないのに一番不幸な国になりました。なぜ不幸ですか。なぜ幸福な人生ができないでしょうか。いろんな理由がありますが、お金だけの問題ではありません。 OECD 経済力11位というのは経済的に特に問題がない12位なはずです。それにもかかわらず一番不幸な国になったのは経済以外の理由があるからです。最近の学生たちは夢がないと言います。就職が夢になってしまった現実こそ復興の始まりだと思います。そして自分の生活に満足感が足りないことです。幸せは自分のものに感謝し満足感を得ることから幸せは始まります。テレビの番組を見て幸福について考えました。능력자という番組です。オタクと呼ばれる人々が自分の趣味について語る番組です。その中の一人を紹介します。この人です。ローラコスターが好きな人ですが、とても幸せそうに見えます。その人がいます。持ってください。本当によかった。私は幸せなものだ。あ、見えなくても大丈夫です。乗る時の怖さまでもとても楽しいでしょう。人は自分の選択に、あ、ちょっと持ってください。ちょっと持ってください。人は自分の選択に後悔することもあります。しかし、人は自分の選択に後悔することもあります。辛い時、怖いことを避けるのは当然でしょう。しかしこの人は自分の選択に満足しています。その怖さまでも受け入れています。このような人と一緒にいると幸せになります。スーパーマンになってローラコースターを楽しむ場面です。見えないので、こう工場がこうやって今乗っています。私も幼い頃スーパーマンになって走ったことがあります。今の私はスーパーマンになっても楽しくありません。大切な思いを忘れながら暮らしている私にとっては羨ましい限りです。私も幸せになるため何かやりたいです。私のスーパーマンはどこにいるか考えます。
自分の幸せが他人の幸せとは言えません。幸せになるためには何より自分のことを顧みる必要があります。2枚の写真はローラコースターについて話している場面です。この人はローラコースターをより楽しむためローラコースターを勉強しもっと知るため努力しています。好きだからもっと知りたがります。幸福も同じです。もっと幸せになるため幸福を探すべきです。幸せですか？私は幸せです。幼い時スーパーマンはもういないですが今のスーパーマンを見つけました。日本語各国の皆さんに出会って本当に良かったです。一緒に勉強するのが幸せです。幸福は遠いところにあるものではありません。この場にもあります。皆さん私のスーパーマンになってください。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。わざわざパワーポイントがあったんですけれどもね、わざわざこうちっちゃいものを持ちたかったということですよね。ごめんなさい、機械苦手なので全然大丈夫です。はい、じゃあコメント国先生お願いします。5番目ですか。はい、今までの4人スピーチ聞けながらちょっと大丈夫かな不安だなというふうに思いながら聞いてたところもあったんですが、モッキャンビューズの場合は安心して最後まで聞けました。まあスピーチなんですけど結構語りかけるような感じで、内容も自然に話してたし、よく伝わってきたというのが一番の良かったところです。去年か一昨年か私またコメントしたと思うんです。全然違う、はい、そういう感じで、ああこれぞスピーチだなというのを受けました。質問ですが2つあるんですが、1つ目はさっきローラーコースターって何ですか。ジェットコースター。あとはまあ、日本語学部の皆さんに出会えて幸せだと、はい、それはそれでいいんですけど、はい、木曜日さんと個人的にどういう時にこう幸せを感じるんですか。もちろん、はい、満足すれば幸せなんですけど、はい、まあ、日本語学校とかそういうのを除いて、あ、それ以外どういう時に幸せだなと。あ、幸せなことですか。はい、私は幸せですって叫んでましたからね。はい、いつ幸せなので聞きたいです。はい、私はいつも幸せです。ですがこの学校に入ってからはもっともっと幸せになりました。とこの学校以外の幸せというのは、私本当に仕事が好きです。一緒に汗をかくのが本当に好きです。汗をかくって後で仕事の後で時間がある時日本語を勉強するのももちろん好きだし、さっき基本さんも喋ったんだですけど一緒にスタディするのも本当に好きです。40代になって大学生になって本当に良かったです。まあ、20代の学生の時は感じられなかったことを今になって本当に感じることができて本当に良かったです。これからもたくさんの皆さんと一緒にコーヒーを飲みながら日本語のことを勉強したいです。これが僕の幸せだと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。いつも幸せだという、ことですね。さすが日本語学部の、代表だと思います。去年と全く違った感じですね。代表になったからか知らないですけども頑張ってくれました。じゃあいよいよ残り2人になりましたけれどもじゃあ大丈夫ですか。はい、じゃあ6番目はチャンウニョンさん、日本で奇跡という題名で、コメントは笹先生によろしくお願いします。こんにちは、
私は日本語学部の1年生チャン・ウミョンと申します。どうぞよろしくお願いします。これから私は留学生活を通して経験した小さな奇跡について話します。皆さん、生きている間、奇跡が起きたことがありますか？私が思った奇跡や映画や小説などで特別な登場しそうな特別な人だけが経験することだと思っていました。日本に行く前、私は恥ずかしがり屋で内向的な人でした。そんな私が日本に行ってから、真夏の夜の夢のようなことが始まりました。日本で生活している時、日本は全く苦手でした。日本の友達と何かを決める時、注文する時など、いつも私は何でもいいとしか言えませんでした。それで、そんな私について友達や接しやすい人と思ってくれて面白かったです。友達と時間を過ごしていた時には、私の行動一つ一つに感謝、ありがとうとたくさん言ってくれました。最初はそんな言葉を言うのは日本の習慣性だと思いました。でも、ありがとうという間にいつの間にか涙を見せることがありました。まごまごしました。私が何か不敬なことをしたのか、気に障ったのか、その瞬間にいろいろ心配しました。でも、時間が過ぎれば過ぎるほど、日本でちょっとした聞いたちょっとした言葉が私の心を動かしました。そして、褒めの言葉を聞くたびに前向きに生きている私を見つかりました。寂しくて、怖くて、困りそうになった日本で、私を守ろうとする人のおかげで気を引き締めることができました。また、時間を守ることは当たり前なことだと思っていましたが、日本で真面目な人だとよく褒められました。誰かに褒められるのは気持ちが晴れることですが、かえって私は気になりました。なぜなら、韓国ではそんなことをあまり聞いたことがなかったからです。他の人には何もないかもしれませんが、日本に来た目標があったにもかかわらず、その木曜からちょっと離れた生活でしたが、心の底から望んでいたことに囲まれた感じだったからです。皆さん、私が言っているのが分かりますか？分からない人もいるし、分かる人もいると思いますが、私はどちらも分かります。日本での生活は私に大きなことを気づかせてくれました。それは、なんで、交わす言葉が足りなくても、お互いの真心をが分かることができること、なんでもない言葉が人を変えることです。そういうふうに変わった私が、これからありがとう、頑張れと言いながら、ずっと追いかける力を持っていけば、全力を尽くすことこそが私にとって奇跡じゃないかと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。
どういうふうな、なんて言うんでしょうね、奇跡を起こしていきたいのかをちょっと聞きたいと思います。奇跡を起こせたということですね。大丈夫ですか？なかったら大丈夫。なかったらないでいいですよ。私が生きているの、生きているの、生きているのについて、もうただもうありがとうもありがとうずっと言いながら、もうあ なんで私に ありがとうって言うのと聞きましたが、ありがとうだ、ありがとう、にゃありがとうの奇跡、ありがとうの奇跡あで小さいことでありがとう、うんうん、波見ながら分かりますよ、はいはい、いいですか、はいよろしいですか、難しい質問私はよくわかりましたけどね、ありがとうの奇跡を今後も起こしておきたいということで、はい、ありがとうございました。じゃあいよいよ最後の一人になってしまいましたけれどもかわいそうにめちゃくちゃ緊張しているような顔していますけれども、最後にだいたい服がありますので最後まで頑張ってください。じゃあ今回最後はキミヘミンさんで初音ミクとボーカロイドという題名でスピーチしてもらいます。じゃあ最後のコメントは国井先生によろしくお願いします。皆さんこんにちはちょっと最後なので緊張してますので、うん、よろしくお願いします。日本語学部3年のキムヘミンと申します。皆さんボーカロイドのことをご存知ですか？こちら書いてありますが、はい先生たちはご存知ないですか？ボーカロイドとは音符と歌詞を入力するだけで歌声に変換するソフトウェアのことです。つまり歌詞を呼ばなくても歌声を作り出すことができます。2007年初音ミクというキャラクターを制定したボーカロイドの製品が発売され、バーチャルアイドルとして人気を得ました。名前には未来から来た初めてと初めての音という意味が込められているそうです。2012年初音ミクと関連した商品がすでに100億円を超えたという記事を読みました。なぜここまで人気が生まれたのでしょうか。まず一つ目はキャラクター、バーチャルアイドルとしての人気ですちょっと忘れちゃいました。発売元自らがアイドルとしての活動をさせる目的ではなく、あくまで商品のイメージ戦略としてのものでした。しかし初音ミクの歌声やキャラクターのイメージを使った動画がユーザーの手により動画サイトに多く投稿されて人気を集めたことで、初音ミクはネット上で活動するバーチャルアイドルになりました。そして2つ目は共感性です。見て聞いてコメントをしてどこかの誰かと一緒に楽しむ共感性があることで、初音ミクは高い人気を得ています。まあ、初音ミク並びにボーカロイド製品全部ですけどそして最後の3つ目は人間性です。君はい、人間性です。人間性です非営利目的であればキャラクターを使って
自由に創作することができます。このため一般のユーザーにより多くの曲やイラスト、映像コンテンツなどが制作されて盛んに受けています。ですが今まで私はボーカロイドがなぜ人気になったのかということについてお話ししました。これからはちょっと否定的な意見についても少し触れておきたいと思います。初音ミク並びにボーカロイドたちは今までのボーカルソフトウェアより明らかに人間に近いです。そして神調教という動画サイトでよく使われる称賛の言葉からも分かるようになるべく人に近い方が良いとされる傾向があります。しかし今の時点ではボーカロイドはどんなに人に人間に近く聞こえてもそれは近いだけであって人間そのものにはなりえません。どんなに神調教だと言われる動画でもその声には少しどこか違和感がつきまといます。ボーカロイドは機械です。音を表現する手段に過ぎないと考えるかその声をキャラクターの声として結びつけ消費していくかそれとも聞く違和感に耐えきれず避けて通るかさまざまな見方があります。どう受け取るかは個人の自由です。私は歌声として歌を聴いています。初音ミクが動きながら歌ってる動画を見たとき、あ、この子はこの中で生きてるんだなって思いました。皆さん私のスピーチを聞いて興味が湧いた方はぜひ調べてみてください。発表は以上です。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。緊張に打ち勝って最後まで頑張ってくれました。じゃあ2年生お願いします。一番最後ということで緊張したと思いますが、はい、最初から出だしたら明るく元気よくスタートしてくれました。はい、聞き取りやすい日本語で良かったと思います。夏目に行くとボーカロイドについてもよく分かりました。質問はですね、じゃあキムユミンさん自身はこの夏目に行くと、夏目に行くとボーカロイドというものに対して、まあ、否定的な意見あるいはこういうことこういうものですよというふうに説明してくれましたけど、どういうふうに思ってるんですか。どういうふうに、はい、個人の意見ですね。個人の意見として、はい、私は、ボーカロイドを初めて接したのは4年前、2012年です。2012年にこうボーカロイドの曲が多く載っているニコニコ動画というサイトに会員登録をして、そこからたくさん聴くようになりましたけど、ちょっと一目聞いたら機械の音としか聞こえない人もいますけど、私はそれが本当にこのキャラクターが歌っていると思って、今でもたくさんの曲を聴いたりカラオケで歌ったりしています。はい肯定的ですね、はい、よろしいですか。はい、じゃあありがとうございました。いや、今思ったらこの最後のキメミンさんを一番最初にすればよかったかなと思うぐらい最後の最後でドカーンとね明るくやってくれました。以上7人終わりましたけれども、日本語じゃなくても自分の母国語で前に立って何かスピーチするっていうのは本当に大変なことだと思うんですけれども、それをですね、日本語でこの前に立って自分の意見をスピーチするという、そこに挑戦してくれたこの7人に皆さんもう一度大きな拍手をしてあげましょう。お疲れ様でした。じゃあ今から、20分ぐらい休憩を取りまして、審査の評価に移っていこうと思います。じゃあ、休憩時間は前の方で UCC を見ながら、
何か準備しているということなので、じゃあお願いします。かなり熾烈な戦いでしたが、審査員、5人の教授が、考えて考え抜いてですね、最後の最後に順序をつけました。ということで審査委員の、チョヨニョ教授からまず、何ですか、審査評価について、総評価について、よろしくお願いします。작년에는제가우리윤호수교수님이안계셔가지고혼자심사위원장도하고또사회도보고다그랬던것같은데역시이렇게윤교수님계시니까이렇게분담되고좋은것같습니다심사위원장으로서우리그군인교수님하고사사교수님아까막열심히평도하고또물어보고하셔가지고이번시간에저보고만하라고그러더라고요그래서여러분들전체오늘들은부분에대한심사평가를좀말씀을드리겠습니다처음에심사규준을말씀드렸고오늘7명의우리그본선지출자들이열심히나름대로노력한부분을줬습니다작년에비해서뭐작년이랑크게차이는없는것같고작년도잘했습니다 올해도점점이렇게해가갈수록내용이나이런부분들은훨씬더많이좋아지는구나하는생각이드는데여러분들도이렇게지금방청석에계신방청석이라해야되나그얼마나열심히노력했고많이준비했구나금방알것같죠아마그럴것같습니다그리고내용도얼마나준비했느냐에따라서틀린것같고또한가지는늘벌써6회6년째가되는데예선에서잘했더라도또본선연습을안한사람은별로이렇게좋게못맞는그런경우도많이있었던것같아요그런예들이많이있었기때문에자전체평을해보겠습니다7명이출전해서정말열심히해줬습니다첫번째우리그김미진잊지고잊지의만남이라는부분제가참좋아하는용어중에하나인데이렇게만남이라는부분이참중요한데그중에서도잊지고잊지는우리일본학부적이죠이렇게그다떼간판에써있는부분이기도합니다참좋은말인것같아요여러분들이이만남을소중히하고자기의만남에있어서는일본어학의만남을세가지를이렇게들어서얘기를많이해줬습니다저도야그러면서저도생각을해나는일본을언제만났나이런생각도해보고했습니다저는참고로고등학교때처음일본어를배웠던것같은데이런사연이있었구나하는것을잘들었습니다대학교에와서는일본학생한테자원봉사하면서그다음에여기들어오게된거는저하고만나지않았을까 네그런생각도좀어떻게 좀들었습니다시간이없어서아마제내용은안나왔던걸로 판단이되고있습니다 네그다음에두번째도모다치김기성군의도모다치에대한부분그렇죠참친구가중요한것같습니다인생을살아가면서도네근데그친구가또최병수가참자기가같이학교활동을할수있게끔해줬다했는데저는속으로얼마나웃겼는지몰랐습니다저는우리그김기성군과최병수군을보면은처음학교에나와서처음에만나가지고저도처음본게김기성군하고최병수군을그뭡니까우리그어학연수갈때처음봤어요얼굴을근데거길또같이가갖고같은방에서있었던걸지금생각하면너무웃겨서말이안나올정도입니다2주간있었는데저둘이가같이그한방에있어서남자들넷이묵었는데한3일간둘이말도안했어요그래서제가그거보면서얼마나속으로쟤네들이언제말을쓰고는얘기를해나갈까그런거를직접일본까지가서경험했던그랬는데최병수군이학교나와서같이하자고하는부분이있었다고그래서참사람모르는일이다 그런생각도하고참속으로너무나재밌었습니다네세번째박준호우리참가자는좀어려워서제가많이힘들었습니다근데지금이야말로역시좀철학이필요한게아닌가여러분들공대를많이늘린다는소문이있습니다뉴스를보니까공대만늘리고너무경영만늘리면여러분들못살아가겠더라고요제가요새좀그런걸느낍니다여러분들은어떤철학을가지고사시는지모르겠지만나는왜태어나는지한번생각해보시고그다음어떻게살것인가도한번생각해보시고그럼무엇을위해서살것인가생각해보는철학은참중요한것같습니다근데참고로박준호학생은서울에서부산까지걸어간건가요아
어디서 어디 속초까지? 서울에서 속초까지. 아, 가다 못 가면 쉬고. 근데 그걸 하루에 가나요? 그냥 걸어가면? 반일 정도 걸렸어요. 반일 정도? 8일? 8일. 그럼 가다가 또 딴 데 묵고 여관에 묵기도 하고 노숙은 안 했고요? 예, 노숙은. 아, 그랬습니까? 네. 상당히 어려운 내용이었습니다. 그래서 참고로 이해를 잘 못했다 하는 뜻이 들어오겠습니다. 참 재밌었습니다. 예, 진세이또와 아르크코토라는 얘기를 해서 아 그런가 또 한번 생각해보고 했습니다. 그 다음 김참설 학생 뭐였냐면 커뮤니케이션 관계에서 일본 문화를 통해서 본 커뮤니케이션 열심히 안만 보고 하는데 참 저도 아주 긴장이 됐습니다. 목소리가 막 덜덜 떨리기도 하고 그러면서 열심히 안만 보고 했는데 내용은 참 좋게 저는 들었던 것 같습니다. 드라마에도 빠져서 노래에도 빠져보기도 하고 그러면서 오타쿠 생활도 해보고 드라마를 좋아해서 오코토레시마스는 재밌나요? 아 그렇습니까? 네 저는 안 봤는데 한번 보겠습니다. 네 효땡을 또 난 책으로 읽었나 했더니 드라마를 통해서 봤다고 또 얘기를 또 한 것 같았습니다. 네 아까 그 얘기가 있었죠? 효땡은 그 노벨문학상은 아니었습니다. 네 아사히 무슨 뭐 문각쇼인가 뭘 탔죠? 네 상당히 이센망엔가 자크망엔? 쇼킹가 그랬다는 얘기가 있죠. 네, 참고로 그 여러분들 뭐 일본어가 아닌가 말씀드리면 일본의 노벨문학상을 탄 사람은 둘이죠. 그 효땡은 아니고 유키구니 설국의 카와바다 야스나리하고 오에 켄자브로 이 두 분이 좀 탔다고 합니다. 네, 정말 열심히 들었고 원피스 오코토와리 시마스 효땡 드라마 이런 부분 한번 보고 싶다 하는 생각이 들었습니다. 그러면서는 느낀 부분 중에 하나는 역시 사람은 이렇게 소통하면 살아야 된다. 소통. 근데 좀 영어 섞으면 커뮤니케이션 이런 게 참 중요하다. 그러니까 여러분들 혹시라도 저희가 그 그냥 영상만 보고 그 다음에 막 게시판으로 하다 보면은 여러분도 가끔씩 화날 때도 있을지 몰라. 그럴 때는 그 교수님한테 전화도 좀 하시고 전화보다도 직접 찾아오는 게 좋습니다. 얼굴 보고 얘기하면은 그 막 욕을 못 하거든요. 그러기도 하고. 뭔가 더 재밌는 얘기도 하고 많이 얻어갈 수 있다 생각도 들었습니다. 네, 목경필 학생 작년에는 뭐였죠? 혹시 시아와세 아니었나요? 작년에? 아니었었던가요? 작년도 비슷했나? 아, 작년에 니혼고였구나. 네, 이번에는 그 시아와세를 가지고 제가 너무나 좋아하는 그 작년에 좀 인생을 이렇게 살아보자 작년 1년 동안은 그랬는데 잘 들었습니다. 이마모 시아와세라고 해서 네, 여러분들도 좀 행복을 좀 추구하면서 가면 좋겠지 않나. 그러면서는 나왔던 내용 중에 역시 행복한가 안 한가는 꿈, 유매, 그 다음에 만족감에 대한 부분이 가장 중요한 거 아닌가 하는 생각이 들었습니다. 근데 만족도 1위인 나라가 어디였나요? OECD 국가 중에. 그건 모르는데. 근데 저는 언뜻 듣기로 그때 신문에서 먼저 봤더니 방글라데시가 그렇게 좋답니다. 엄청 우수한 나라입니다. 이 히말라야 에베레스트산이 있고 그 부분 아마 만족함 속에서 있는 거 아닌가 하는 생각도 해봤습니다. 예, 잘 들었었습니다. 장은현 학생은 상당히 내성적이고 일본에 또 갔었는데 모르겠습니다. 단순함이라는 부분에서 그 부분에서 또 나름대로 기적이라는 걸 느낄 수 있지 않나. 예, 참고로 아리가또는 아리가타에서 나왔죠. 네, 원래의 의미는 아루 있다고 가타이는 있기 어렵다는 뜻입니다. 있기가 어렵다는 부분이 점점 전성이 돼서 고맙다는 뜻이 된 것 같은데 저도 너무나 참고로 좋아합니다. 아리가또라고 하는 부분은 왠지 모르게 한마디지만 사람한테 크게 힘을 주는 말 중에 하나인 것 같습니다. 네, 고메나사야고 좀 틀리죠? 네, 그런 것 같습니다. 마지막 김혜민 학생은 예, 솔직히 제가 그 지금 심사위원장으로 잘 이해를 못했습니다. 그래서 직접 보고 다시 한번 해야 되지 않겠나. 보카로이도, 하트네미코 이런 부분이었었는데 제가 이쪽까지는 관심을 잘 못 기울여서 그래도 열심히 들으려고 노력은 했습니다. 보카로이도 제품이 있나 보죠? 네, 그런 부분이 있다고 합니다. 뭔가 어떻게 그 보카로이도 그 제품 팔려고 나온 사람 같은 느낌이 저는 좀 들었습니다. 이렇게 자연스럽게 이렇게 할 수가 있을까? 네, 그런 느낌으로서 들었습니다. 네. 네, 일곱 분의 우리 참가자들 정말 재밌었고, 내용도 다양했던 것 같습니다. 네, 올해도 이렇게 풍성하게 여러분들 열심히 해주신 데 대해서 감사를 드리고, 내년에도 또 있습니다. 혹시 여기 지금 앉아 계신 분들 졸업생은
아까 그 윤 교수님께서 뭐라고 그랬습니까? 그냥 찬조 출연으로 얘기가 있었던 것 같은데 네, 재학생들도 다시 한번 꼭 도전을 해보시기 바랍니다. 네, 조금 길게 하라고 해서 했는데 너무 길었죠? 네, 심사평은 전체 심사평 여러분들 정말 즐겁고 재밌었었고 해마다 이렇게 질적으로 많이 이렇게 성장돼가는 것 같습니다. 내년에도 기대하겠습니다. 네, 이상입니다. 審査評価でしたね、ではですね皆様が待ちに待った表彰式やりますか？表彰式に、やっていこうと思いますけれどもユノスハプジャン認定さん、表彰していただきます。じゃあ、今回はですね、大賞1位が大賞ですね。そして2位が、最優秀賞、そして3位が優秀賞、そして4位が奨励賞、5位が努力賞、そして、人気賞を2つ、設けさせていただきました。ということで、まあ、賞に漏れることはないということで漏れなく賞がついてきますので、まあ、安心してというんですかね、待っててほしいと思います。じゃあ人気賞から。じゃあ人気賞はドク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 、お二人の名前をじゃあ同時に呼ばさせていただきます。人気賞、日本で奇跡の題名でしたチャンウニョンさん、そして友達という題名のキムキソンさんです。大陸すんでか。人気さん성명 장은영. 이 학생은 본 대학교에서 주관한 제6회 일본어 스피치 콘테스트에서 우수한 성적으로 입상하였으므로 이에 상장을 수여함. 2016년 11월 30일 사이버 한국 외국어 대학교 총장 정치학 박사 김인철 대로. 사진 찍는 사람. 저기. 상장 인기상 성명 김기성. 시간 관계로 이렇게 해갖고 사진 한 장. 연예인 된 것 같아. 자, 장은영 선수, 김기선 선수. 자, 한 명씩 감상 한 명씩 聞いてみましょう。友達のせいでこんな賞もらって。友達のせいで。これからも楽しく学校生活を一緒に楽しみたいと思います。はい、ありがとうございました。友達のせいで賞もらった。はい。では続きまして、努力賞に参ります。努力賞は「例えるなら」という題名で、スピーチしてくれましたパク・ジュノーさんです。상장노력상성명박준호이학생은본대학교에서 주관한제6회일본어스피치콘테스트에서우수한성적으로입상하였으므로이에상장을수여함2016년 1월 30일사이버한국외국어대학교총장정치학박사김인철대도 이렇게들고봄이야나중에한장한장다줘라 네 이 됐습니다. 감사합니다. 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 감사합니
만족스럽게 준비를 못했는데 더 노력하라는 뜻으로 알고 내년에 더 열심히 해서 꼭 대상 타겠습니다. 아, 박준호는 지금 아직 군대 입대해서 아직 올해 제대인가? 3월? 3월에. 3월 제대인데 오늘 일부러 이것 때문에 울산에서 휴가 내갖고 왔어요. 아마 내년에 대상? 네. 내년에 엄청 치열할 것 같은데 졸업생 찬조차도 축하드립니다. ありがとうございました。来年また期待しております。 じゃあ次はですね、奨励賞です。奨励賞は、初音ミクとボーカロイドという題名でスピーチしてくれましたキムヘミンさんです。장려상 성명 김혜민 이 학생은 본 대학교에서 주관한 지역기획원 스피치 콘테스트에서 우수한 성적으로 입상하였으므로 예상장을 수여하고 2016년 1월 30일 사이버 한국외국어대학교 총장 정치학 박사 김인철 대로 나중에 우리 학교 우리 학부 홍보대사로 위촉을 위촉장을 따로 줘야 될 것 같아요 아무래도 네, 한마디. 皆さん、初音ミクの値段は1万7,280円税込みです。買ってください。最後までなんか怪しいコメントでしたけど、ありがとうございました。おめでとうございます。ではですね、優秀第3位の優秀賞、第2位の最優秀賞、そして第1位の大賞と3つ残しましたけれども、何番目からいきましょうか。3番目ですよね。はい、じゃあ3位の優秀賞は、幸福という題名で、スピーチしてくれましたモッキョンピューさんです。상장 우수상 성명 목경필 이 학생은 본대학교에서 주관한 제6회 일본어 스피치 콘테스트에서 우수한 성적으로 입상하였으므로 예상장을 수여함 2016년 1월 30일 사이버 한국외국어대학교 총장 정책 박사 김인정 대보 이거 중요한 거야? 이게 중요한 거야? 이거 나 주는 거야? 어디 갔지? 내가 타는 줄 알겠다. 수고했고 한마디. はい、おめでとうございました。じゃあ一言お願いします。さっきまでは95%幸せでしたが、今は100%幸せです。ありがとうございます。 幸せなかったってことですか？93%。なんかまた分かりました。ということで最優秀賞と大賞が残りましたけれども、どちらからやりましょうか。そうですね。じゃあ残っているというんですかね。1位に争いましたキムチャムスルさんとキムミジンさん、出てきてください。 이동한테 좀 잔인한가? 어떻게 하시겠어요? 이제 最優秀賞から いきましょうか。 はい、では最優秀賞は 日本文化を通して見たコミュニケーションという題名で発表してくれましたキムチャムスルさんです。おめでとうございます。サンちゃん、チムスさん、ソンミョンキムチャムスル。 이 학생은 본대학교에서 주관한 제1회 일본어 스피치 콘테스트에서
우산 사업자로 입장하였으므로 이에 상장을 수여함. 2016년 1월 30일 사이버 한국 외국어대학교 총장 정치학 박사 김민철 대법. もらいましょうかね。え、写真。あ、写真。じゃあコメント一言お願いします。すごく緊張したにもかかわらず大きな賞をもらってすごく幸せです。ありがとうございます。 おめでとうございました。はい、じゃあ大賞は皆さんよくわかってる日本語と私という題名で発表してくれました金美人さんです。おめでとうございます。三者、대상、성명김미진。 미학생은 본 대학교에서 주관한 제6회 일본어 스피치 콘테스트에서 우수한 성적으로 입상하였으므로 이에 상장을 수여함. 2016년 1월 30일 사이버 한국 외국어대학교 총장 정치학 박사 김인철 대독. 감사합니다. はい、おめでとうございます。じゃあ感想を一言。頭の中は真っ白で、今この2日間4時間しか寝てなくて、最近なんか大学院の入試始めて、その塾となんか やってたら結構時間なくて、この何日間練習してちょっと寝不足ですいません。で泣きそうですけど、あ、ホジャンケニハゴ女の名前。ありがとうございます。こんな大きな賞くださって本当ありがとうございます。はい、おめでとうございました。 じゃあ以上をもちまして、閉会の言葉に移らせていただきます。ユノスカプジャニケ、最後閉会の言葉をお願いします。 이렇게 여러분들 오늘 참가자가 많지 않은 거는 좀 아쉽긴 하지만 그래도 내용적으로는 그 어느 때보다 아주 충실했던 것 같고 아까 또 받은 사람들이 왜 저 두 사람만 알아주나 차별하나 이럴 수 있었을 텐데 그런 의미가 아니라 사실은 김참스러운 얘기도 되지 김참스러운 사실 아까 정혜영 교수님은 또 김기성하고 어학연수였는데 저는 김참스를 또 인솔할 때 김참스를 같이 따라갔는데 그때 약간 우울증이 좀 있었어요 김참스리 그래서 어떻게 대학생을 두고 같이 가자고 했던 것 같은데 그래서 둘이 맨발로 벤부 시내를 그 비 온 다음이지 그 빗길을 예, 맨발로 그렇게 걸으면서 이제 이런저런 얘기도 하고 그래서 그 다음부터는 하여튼 어쨌든간 계속 제가 밖으로 끌어냈어요. 김장 뭐가 있으면 너 올라와 부산에 사는데 열심히 올라와주고 이번에도 스피치 때 나와서 한번 이렇게 좀 너를 좀 끌어내봐라 그랬는데 이렇게 좋은 결과를 낼 줄 정말 몰랐어요. 그래서 또 부산에서 지금 일주일 전부터 올라와서 합숙하면서 그래서 예, 나도 깜짝 놀랐어요. 왜냐하면 말을 많이 안 한 편인데 그래도 또 본인이 앞으로 커뮤니케이션에 또 관심 갖고 하겠다 그러고 또 김미진은 또 작년에 와가지고 또 정혜영 교수님이 또 상담해 주셨는데 또 다니던 학교 그만두고 우리 학교 와서 또 제2의 예, 또 자기의 또 새로운 인생을 계획했다는 의미가 있고 물론 뭐 나머지 참가자들도 한 사람 한 사람 다 너무너무 아끼는 우리 자식들이랑 생활하는데
오늘도 심사해 주신 교수님들 너무 감사드리고 또 대표에서 또 사유봐 주신 수련생 후보 나날이 또 앞으로 학교 우리 또 뭐 사회로 좀 나가셔야 될 것 같아요. 이제는 우리가 그냥 무료로 봉사 못 시킬 것 같은데 우리 조교들 또 상장이나 이건 준비하려 했고 또 학생회 김보민 비롯해서 그 다음에 또 여기 왔던 선배들 너무 고마워 이렇게 와줘서 또 올해 졸업할 분도 계시고 한데 여러분들이 오늘 좋은 기념으로 가지고 가고 끝으로 끝으로 우리 모두 여기 계신 선생님들의 마음을 대신해서 말씀드리자면 이런 하나하나 우리 학부 행사들이 여러분들이 다음에 돌이켜 봤을 때 가장 아름다운 학대로 기억되기를 바라고 또 뭐 들으러 온 사람도 마찬가지고 우리 사무실에 가면 내가 달력을 붙여놓은 게 있는데 교육이라는 것은 교훈은 채찍으로 가르치는 거고요. 육은 안아서 키우는 게 교육입니다. 그래서 우리 여기 계신 교수님들 저를 비롯해서 여러분들한테 그런 마음으로 가르치고 있기 때문에 여러분들이 우리 학교에서 많은 걸 배우고 또 추억 많이 많이 만들어서 졸업할 때까지 무사히 많은 걸 쌓아서 나갔으면 하는 바람입니다. 끝나고 나서 아마 이따 대표 공장에는 있지만 디프리가 마련돼 있는 것 같으니까 또 거기서 교수님들한테 각자 상담도 하시고 또 아까 친구 얘기 김유성이 했는데 또 최병수 너 세대 있잖아 옷가게 돼 몰라 또 김기성은 또 그 탓으로 또 여기 있을지도 또한 여러분들 좋은 또 친목의 시간 가지길 바랍니다. 자 오늘 여러분들 모든 다 수고하셨습니다.